はいこんにちはレトスノーノです6月27日の3問に入っていきます A から委任を受けた代理人 B が適法に副代理人 C を選任した時代理権は B から C に移り B は代理行為を行えなくなるマルか罰かということですね 考えたい方は、一旦動画をストップしていただいて、この動画の下の概要欄から、問題文をご覧ください。で、この問題文の状況としては、A から委任を受けた代理人 B なんで、A から B にこれ代理権が授与されますよね。与えられますよね。そうすると B は代理人だと。で、B が副代理人 C を選任したと。まあ、そういう状況ですね。で、副代理人を選任した場合、代理権どうなるかっていうと、B の代理権で消えないんですね。 つまり、B と C が代理権を持つ状態になります。従って、この代理権は B から C に移り、B は代理行為を行えなくなる。これは誤りなんですね。B も代理権を持ちますし、C も代理権を持つ。従、まあ、って、答えはツということになります。まあ、ここにも書いてある通り、代理人が副代理人を選任しても、元々の代理人、これは B さんですね。 の代理権は消滅しません。つまり代理人 B も副代理人 C も代理権を有します。有するっていうのは代理権を持つってことですね。で、副代理は意外と覚えていない方多いんですけれども、まあ、出題者としても、えー、受験生の盲点である副代理、え、これは出題したくなる部分なんですね。なんでしっかり覚えてください。で、続いて。 えー、宅建業者は取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったとき、供託所から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない、丸か×かという問題です。えー、これ答えは×ですね。供、えー、託所からというのがこれ誤りです。正しくは免許権者ですね。 カン請求により営業保証金の額が不足しちゃったよと。そうすると、不足額について納付してくださいって通知が来るんですけども、これは免許権者から来るんですよ。今回の問題は供託所から通知書が来てるんですね。だからこの点が誤りなんですね。で、その他の部分は正しいです。通知を受けた日から2週間以内に供託しなければならない。この部分は正しいと。で、今回の問題について、解説を見て、あ、そうだったなと。 分かると。ででも間違えちゃったったていう方です。この方が一番注意しなければいけなくて実は今回そのように間違えちゃったつまり今ボンミスですよねボンミスで間違えた人っていうのは日頃の勉強で理解学習ができてない人なんですね多くの方が理解学習を間違ってるんです理解学習の認識を間違ってるんですね理解学習っていうのはこの解説を理解するだけじゃなくて そもそものこの問題文が理解できていないと、どんだけ法律、ルールを覚えたとしても、凡ミスとかして間違えちゃうんですよ。だから、問題文を理解するってところがすごく重要なんですね。だ問題文を理解できていないから、引っ掛け問題、に引っかかっちゃうんですよ。これを分かっている人が非常に少ないんですね。理解学習の認識を誤ってるんですよ。 だから多くの方が理解学習できているつもりになっていて実際は理解学習ができていなかったって話なんです重要なのはこっちなんですよこっちじゃないんですよ多くの方はこの解説が重要だと思ってるんですけども実は違うんですこっちが重要なんですよ問題文がこっちの理解をちゃんとするってことがもう大前提なんですねなので短期講座ではそういった部分も含めて解説をしているってことなんですね まあこれでおそらくですね、これ間違った方は、やっと理解学習ってそういうもんなんだって分かっていただけたと思います。なので、これからはちゃんと問題文を理解するって方に焦点を当てて、ぜひですね、勉強を進めてください。で、問題文の理解の仕方についてやり方が分からないという方は、ぜひ短期講座ご検討ください。短期講座では問題文の理解の仕方まで解説しておりますので、今から理解学習を実践して、今年絶対合格しましょう。まだ残り3ヶ月ありますので、まだ間に合います。 本当の意味で理解学習がしたいという方は、ぜひ一緒に勉強しましょう。で短期講座については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。それでは問い3に入ります。準都市計画区域は、都市計画区域内の区域のうち、相当数の住居、その他の建築物の建築、またはその敷地の造成が現に行われ、または行われると見込まれる区域を含み、 そのまま土地利用を制御し環境を保全する措置を講ずることなく放置すれば将来における一体の都市としての整備開発および保全に支障が生じる恐れがあると認められる一定の区域をいう「丸か×か」という問題ですで書かれている内容は非常に分かりづらい内容なんですけどもこの問題を解くってなってくるとこの部分でもう解けちゃうんですね そもそも、準都市計画区域は、都市計画区域外で定めることができるんですね。都市計画区域内に定めることはできません。よって誤りだということなんですね。えー、その他の点は正しい文章になっています。まあ、今回のように、難しい文章に見えるけれども、実はこういったポイントだけ押さえておけば解ける問題ってたくさんあるんですね。だからしっかり読むってことは、すごく重要です。 ほとんどの方が解けるんですけれども実際間違ってしまう方がいるのはそれは問題をちゃんと読んでいないからなんですねだからきっちり問題文を読むということは習慣化していただければと思いますそして最後に弊社レトスは現在短期集中実カップ講講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかないどうやって勉強したらいいのかがわからない試験日までの計画が立てられないわからない部分について質問がしたい 忙ししくて時間がないいけど今年絶対合格したいもしそう思っているのであれば短期集中実用カップ講座であれば今お話しした5つの課題全て解決することができます無理なく無駄なく効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です一緒に勉強して合格を目指しましょうあなたの受講をお待ちしております短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで是非ご確認くださいあなたの受講をお待ちしております